では今日の、文献紹介で、Learning Topics and Work Representation について発表します。まずが、今分散単語表現は、NLP タスクの単語をモデリングするために、広く使用されているのを知っていました。でも、既存の、モデルのほとんどは単語ごとに一つの表現を生成し、単語の異なる意味を考慮しません。それでこの論文では階層 HTP を使用して単語ごとに複数のトピックセンシティブ表現を学習する複雑のアプローチを紹介しました。それで、当てられた単語の異なる意味を区別することができます。まずは、HTTP についてこれが、ドキュメントモデリングに対応されるし、ディレクトプロセスを使用して、未知数のトピックを習得することができます。それでトピックと感覚は交換感動であり、単語ごとにここのモデルを訓練すると仮定しました。それで、この2つの例でについて、2つの文で、単語パッは2つの意味があります。それで、HTTP を使用して学習でトピックの数を計算したあと、各文はどんなトピックが、どんなトピックになるのを判断できます。それでこの論文の方法では単語感覚に対する後半な分布はこれらの概念がどっちであると仮定せずに、トピックに対する分母によって禁止することができます。貢献は2つで、最初がトピックに元の感覚を禁止するため、監督されていない言語に依存しない3つのアプローチを提案し、単語ごとに複数のトピックに敏感な埋め込みを学習します。あとが、Lexical Substitution Ranking Task では、モデルが複数の競合する、ベースラインよりも優れていることを示しました。方法で、今二つのアプローチは、ヘッドトピックレボーとサブトピックレボーです。まずが、ヘッドトピックレボーについて、これがそれぞれの単語、話題体を別々の語目と関係るだけで、ハンドレベルに依存します。ターゲットの単語に対してトピックに敏感な表現を使用して、文脈語にはレベルの内
単語表現を使用します。これはコロナルニューロークとシューロークのボキャブン単語につなげます。この計算ですが、まず文脈 H に置ける単語の埋め込みは HDB ラベル付き単語タピック体に対応するニューロック ニューロックルクタステーブルの行を抽出することによって得られます。それで、この式で表して、でもこの SLE モデルの欠点は表現が別々に訓練され、情報は同じ単語の異なるトピックセンシティブ表現間で共有されません。それで次のトピックはこれを復習のトピックに敏感な単語表現と単語表現を同時に学習するモデルになります。それで対応する単語だけではなく、トピック対表現も、もう関係るし、トピック対表現出すを対応する単語0の表現に加えることによって得られます。次は第2アプローチでは、ソフトレーボル、トピックレーボル、レプレゼンテーションについて、これがドキュメントごとに HDB でついて、されたトピックの分布を直接含めます。それで、各構成について、トピック分布を使用して、ワードトピック表現に対する加重を計算します。それで、そのような形で持っています。このモデルから得られた表現は異なるトピックの単語の意味を補足することが期待されます。今はスキップラム、ボートベックとグローフのモデルと比較します。今バッの単語を考えると2つの意味があります。アニモとスポークで、他の方法では、訓練された単語の表現は一つの主要なもの、すなわち最も頻繁な単語の意味を中心にします。または異なる意味の単語であることがわかります。ですが、このトピックセンシティブは
福大师 ，no， 古多那瑞米，哦，世界古尼，古贝特，苏鲁古多加德吉莫斯。啊，只见你吃的，嗯，马子，哎个 ，no， 维基百科 ，no， 啊。Young hair girl, had you seen man bung so there, Yakasil smash. For that, you know, rusty there, yet there, window size, yeah, chill. Oh, embedding size, wow, me too, knee, hair girl, some beer girl, oh, rub beer girl, this year.Hogano and Moderu. Oh, he can go stay. Korewa, skip Ramu. Oh, Tangogoto, no, Maru, Chisen, Tensu, Umikomi, Moderu, MSG. Oh, he can go smash.もくってきれば、ごい一時間、たしくです。このたしくで、文脈内の単語の最適な時間を特定する必要があります。多くの対的なターゲット単語の存在は、このタスクをセンス埋め込みの評価に適してします。それで、2つのダタセテスト、ダタセットを使用するのは、LSSE と LSCAC です。評価は、GAP スコアを計算することによって実行されます。それで、目標単語、OAT と各時間、OAS の間の類似度を計算して、今、二つの方法があります。最初の方法は、三本方法について、テスト中に HDP モデルを使用して単語の出現にトピックを割り当てます。他は、エスペック方法は、HDB モデルを用いて文脈文のトピックの確率分布を学習し文部全体を用いて類似度を計算します。それで結果を見ると単語ごとに複数の埋め込みを使用する全てのモデルがスキップラムよりも優れたパフォーマンスを発揮することが分かります。それでこの論文の提案されたモデルはスキップラムと MSG の両方より優れており、LSCIC のより顕著な改善が 見えます。それで、expected 方法が一番良いな結果に持っていました。結論について、単語の文章ラベルの文脈を利用し、旧作付きのデータを必要と、トピックに分間な単語表現を
cả cái siêu siêu rư Aproji ni narimasu matawa kobun taike shouho o shiyo shinai de chiku chikan tasuku no toke teki ni yui na kaizen o erarimashita habiyo ga owarimasu